見栄えを上げるためにフィルターを使ったと認めてください。それでいいのです。みんないいねが欲しいですからね。しかしこの2人が目指すのはエイリアンです。こちらの女性は水着なしで日光浴をするスーパーパワーを持っています。理由を知りたいですか？今日は世界で最もレアな美しさを備えた15人をご紹介します。まずはチャンネル登録とベルのクリックをお願いします。ヨアン・ヘロンはどこにでもいる女の子のようですが、白衣の下に秘密が隠されています。彼女は世界でも有数の彫りの深い太ももの持ち主。まるで実写版チュンリー、ストリートファイターのホットで危険なヒロインです。その足と鉄のような腹筋を見てください。その筋力を想像しただけでも恐ろしいですよね。追加終わりますか？彼女は看護師として中国の病院で働き、空き時間は全部ジムに費やします。ゲームオブスローンズに違うエンディングがあるとしたら、2人の子供はこんな感じでしょうか。ロシアの11歳アミナ・エペンディアバは2つの遺伝的奇跡を授かりました。アルビノとして生まれた彼女の肌、髪、まつげは真っ白です。そしてご覧のように、その瞳は片方が茶色でもう片方は青。これは虹彩移植症と呼ばれています。アルビノの場合は虹彩が無色で赤く見えることが一般的なので極めて稀です。一方こちらのアルビノの男性は SNS のスターになりました。ベラ・イバニシビリならテレビシリーズ「ウィッチャー」にメイクなしで出演できますね。髪の毛もヒゲも白いので、ジムで少し鍛え上げればいいだけです。ベラはジョージアの億万長者の息子ですが、歌手やモデルとしても成功し有名人となりました。小さなほくろは時に魅力的ですが、それが体を覆ってしまったらどうですか？ウクライナのジュリアナ・ユーセフは肌の3分の1があざで覆われていることで一躍有名人になりました。一つの大きなあざが背中のほぼ全体を覆い、太ももお腹、そして足や腕、顔にも小さなほくろがあります。子どもの頃には周りからダルメシアン、キリン、牛と呼ばれ、汚れを落とせとからかわれました。しかし今モデルのキャリアを積み、インスタグラムに12万4000以上のフォロワーがいます。彼女の写真は間もなくロンドンの展示会 How do you see me now? で公開されます。デボラ・モレノはメイクの達人のようですが、実は肌のハイライト部分は白斑によるものです。これは皮膚の色素が抜けてしまう病気です。初めて顔に白斑の症状が出たのは子供の時のこと。それは足や腕へと広がっていきました。15歳の頃には隠すことが難しくなり、世界にありのままの姿を見せることに決めたのです。キリンやモンスターと呼んでからかったいじめっ子は、デボラがモデルとして成功したことに今頃嫉妬しているでしょう。バシー・アジズもまたデボラのように白斑の持ち主です。白くなるのは肌だけでなく髪も白くなるのです。長くセールスマンとして働く間、この変わった外観を服で隠そうとしてきました。顔の白斑で有名になれると言われた時、バシーは冗談だと思いましたが、今ではモデルであり多様性のある活動家として人々から称賛されています。スウェーデンのモデルイア・オスターグレンはその驚異的な長さの足で一躍有名になりました。177センチの身長に対し、足は108センチもあります。それは胴体の倍の長さです。信じがたいことですが、彼女はその並外れた長さの足のせいでのけものにされてきました。しかし定期的な筋トレが不均衡な体を称賛を受けるまでに変化させます。現時点で23万人を超えるインスタグラムのフォロワーの多くは、イアの体が本物だと信じていないようです。その外観のおかげで、あのマレフィセントに出演、そうアンジェリーナ・ジョリーの映画です。こちらのハイチ出身の赤い髪の男性、ソウフラント・ラルフの顔は濃い色の肌には珍しいそばかすで覆われています。子供の時にその外観を嫌っていた彼ですが、カニエ・ウエストのチームとして1000人のモデルの中から選ばれました。
Easy Season 3のショーでデビューし、すぐにモデルとして3年の契約をつかみ取ります。さらにその類まれな美しさと大胆さでビヨンセのブランドアイビーパークで男性モデルとして最初の顔として登場。今では彼はそのそばかすを愛し、最も気に入っている点はパターンが人それぞれ違い、雪の結晶のようであることです。ここで美しさについて言及するのはやめましょう。美の概念を覆すこちらのカナダ人カップル、ハンナ・ローズ・ダルトンとスティーブ・ラージ・バスカランは街角を衝撃的なファッションショーに変えます。彼らの朝は歯磨きからではなく、頭と眉毛を剃ることから始まります。不気味なレンズを装着し、メイクを重ね、宇宙人のような外観を作り上げるのです。その服装も衝撃的です。生身の足が伸びたかのようなヒールの靴、ハンナとスティーブンの未来的な服、鳥肌が立つようなアクセサリーです。こうして彼らデザイナーの美の基準への嫌悪感を表現。二人はイメージなしでは生きられない、これが本当の私たちだと言います。子供の頃太りすぎだったスティーブン、ハンナは18歳まで制服を着て化粧はしませんでした。二人は一緒に違っていても構わない、普通じゃなくても生きられることを世界に証明しようと決めたのです。道端で二人に出会ったらどうしますか？コメントお待ちしています。新しいバービー人形でしょうか？違います、アンジェリカ・ケノバです。まるで人形のように美しいと噂の有名なロシア人モデルです。その身長は165センチ、体重は42キロです。その体格からして人形のようですよね。バスト87センチ、ウエスト54センチ、ヒップは87センチです。両親は娘のために栄養士、フィットネストレーナー、美容師、メイクアップアーティストへの出費を惜しみません。わずか5歳の時に母親が娘の人形のような容姿に気づき、それ以来バービーを目指すことにしたのです。アンジェリカは出歩いたり、友達を作ったり、デートをすることを許されていません。両親は彼女を着飾り、リアルバービーとしての生活を一日中ブログに投稿しています。現在アンジェリカは28歳ですが、人形のような見た目の維持のため、未だに両親の管理下にいます。でも専用のユニコーンを持っていますよ。肌の色が濃い人が同時に青い目であることは稀です。この女性はとても特徴的で、人形のような顔立ちに髪は真っ白。ヒー・メルブニンが X-Men のストームに敵役だとマーベルに教えてあげてください。その印象的な外見のおかげで、インスタグラムのフォロワーはすでに40万を超えます。メルブニンは髪を染め、肌をより濃く見せようとしているとの主張がありますが、本人は否定しています。現在はモデルとして活動し、ヘアケア製品の広告塔となっています。もしこの子がリアルでないと感じるなら、マリア・オズをご覧ください。その目は巨大で、顔の半分を占めています。衣料品店なんかでこの目に見つめられたら、私は買うなとは言えません。信じがたいですが、彼女の写真に加工は一切ありません。マリアはモデルになりたいと考えていましたが、低い身長が妨げとなってしまいました。今はブログ、スピリチュアライズドフェイスで成功し、ストップモーション動画を撮影しています。美しいといえばイケメンも忘れてはいません。待ってください、男性？それとも女性？レイン・ダブは偶然モデルの世界に足を踏み入れます。友達との賭けに負け、カルバン・クラインのオーディションに参加しました。トップレスで舞台を歩き、男性モデルとして契約を勝ち取ります。しかし彼女は男性、女性、両方のショーに出ることにします。そしてその両性具有の見た目と188センチの身長を生かし、その目標を達成。かつてはその筋肉質な体を使い、錠前屋や消防士として働いていました。レインはビクトリア・シークレットのモデルにもなれると信じています。それを証明するため、モデルと同じポーズの写真を撮り、モデルの顔をレインの写真に合成してみせました。チャンスがあると思いますか？こちらはチベットのモデル、ツナイナです。
ある理由で雑誌の表紙を飾った世界で唯一の女性です。それは特徴的な鼻筋と猫のような瞳、アバターに出てましたか？その宇宙人的外観でツナイナは世界でも人気のモデルとなりました。ロンドンファッションウィークにも登場、しかし身長わずか152センチです。その成功にもかかわらず、モデルよりも音楽への関心が高いのだと語っています。台湾のルアースーには秘密があります。いくつだと思いますか？今すぐ予想した年齢をコメントしてください。正解を知りたいですか？45歳です。若さは正しい食事と水をよく飲んでいるおかげだとこの美女は言います。もちろん遺伝もあるでしょう。家族写真をご覧ください。写真に63歳の母親がいるとは思わないでしょう。右側は妹のシャロン、38歳で雑誌L台湾版のモデルです。パーティーに行くティーンネイジャーの写真のようですよね。この写真のどちらが人形でどちらが人間かわかりますか？正解はどちらもオーストラリアのモデル、ダッキーソットです。その美しい髪と漆黒の肌が人形ではなく天然のものだとはにわかに信じがたいですよね。彼女の写真は瞬く間に拡散され、ネット上で話題となりました。17歳の時、オーストラリア版ネクストトップモデルに参加したことがきっかけで有名になりましたが、その後2年ほど姿を消します。それは何千人もの人からの肌の色、髪、体重に関する誹謗中傷が原因だったといいます。幸い中傷被害に対処し、移り住んだニューヨークで人気モデルとして活躍しています。ダッキーは自分の人形の発売も計画しています。こちらの女性はミャンマーのスーナインです。特徴的なのはその細いウエスト、なんとたったの 34.8 センチです。どうやったと思います？何もしていません。コルセットもエクササイズも肋骨の除去手術もなしです。彼女によると、その秘密は適切な栄養管理と遺伝によるものだと言います。信じられますか？今日はここまでです。誰に一番驚きましたか？チャンネル登録をして次のビデオを見逃さないようにしましょう。ではまた次回。